カール・フォン・リンネは、スウェーデンの博物学者。分類学の父と言われる、カール・フォン・リンネの息子であり、同名の父と区別するために、小・リンネとも表記される。サプラメントム・プラントラム9歳の時に、ウプサラ大学に入学し、父・カールの教え子であったペール・レイフリング、ダニエル・ソランダー、ヨハン・ペーテル・ファルクラに指導を受けた。1763年には、父の後を継いで、 ウプサラ大学の臨床薬理学の学長となった。父のリンネの死後、残された仕事はカールが引き継いだ。カールは大リンネが植物の種と植物の属でまとめた植物分類についての追放を行い、その成果を植物の種彫りにまとめた。1783年に死去。空いた植物学教員のポストにはカール・ツンベルクがついた。 大林廻から引き継いだ膨大なコレクションは母によってイギリスの植物学者であるジェームズ・エドワード・スミスに売却された。LF は植物の学名で命名者を示す場合にカール・フォン・リンネを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはカール・フォン・リンネに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。